それではパパンチャさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、懐かしい曲を3曲持ってきました。去年紅白初めて出られたあのエレファントカシマシの宮本さんがお好きでカバーされてる曲を2曲と、あとエレファントカシマシの曲1曲ちょっと持ってきました。1曲目はですね、赤いスイートビーをちょっとやらせてもらおうかと思うんですけど、一応楽曲全部あのピアノが綺麗な曲を選んできましたので、皆さんできればピアノに注視してください。ギターは無視していただければ大変ありがたいです、はい、じゃあよろしくお願いします。この人が知ってないものはない。
次はですね、荒井由実さんの曲で、あの陰りゆく部屋、あの非常に、ね、いい歌ですね。これも宮本さんがお好きで、あのカバーされて歌ってらっしゃったんで、ちょっとカバーしてみようかなと思ったら結構難しくて、あのバタグルッタっていう曲です。いや、あのよろしくお願いします。よろしくお願いします。